はいどうも、ラクナンジャーナルです。本人また声だけ登場です。これ平清盛さんですね。琵琶塚というものがあってね、あつ森のね、あの平あつ森の兄にあたる、ね、平常盛のお墓というふうにされているものなんですけども、まあちょっと諸説ありと、あつ森が亡くなったのはね、あの3月に行ったスマウラのね遊園地の近くなんですね。あそこが一ノ谷の合戦場でしてね、その近くで亡くなったのがあのあつ森で、あつ森の墓はだからそこにありますね。あつ森の最後って、あの国語の時間に習うやつですね。これが清盛塚ってことで、清盛のお墓とも言われてるんですが、まあ実際お墓かどうかは分かってないし、お墓ではないっていうことは言われております。まあ慰霊碑のようなものなんですかね。建てられたのがね、どうやらまあこの場所ではないんです、この近くではあるんですけどね。ちなみにここね、中之島っていうふうに呼ばれてます。中之島ってなんか大阪のイメージがありますけど、いろんなところに中之島ってあるんですよね。実はそれこそ嵐山にもね、中之島ってありますからね。建てられたのがでもその北条政権になってか、鎌倉幕府の時代に建てられたっていうのはすごく不思議ではありますよね。いわばそれを倒してできた政権ですからんって思うんですけど、ただ北条氏って実は兵士なんですよね。だからそういうことも関係してるのかななんて僕は思ってるんですけども、意外となんかこの鎌倉幕府ってできてね、3代で源氏がね、源さんじゃね滅んじゃって、でその後ね大和田橋、大和田の泊まりっていうのはね、本当にだからこの辺というのは平清盛が作ったあの港町のベースであったり、都のベースっていうのはこの辺であったと、福原とかね、あの北条氏とかその辺ってすごくなんかさらっと流されちゃうんですけどね。まあその武家の時代っていうのができていくのは、そのむしろ北条氏になってのからの方が長いわけですからね、あの鎌倉幕府っていうのは源さんじゃなくなってからの方が長いんですね。そういう稀有な政権であるとともに、まあ、執権っていう風な立場だったり、結局ね、なんか形が変わっても全部官僚制なんですよ、日本っていうのは。トップっていうのはあんまり表立って仕事をするもんではなくて、トップが仕事をするのは有事の時ぐらいであってね。今日ね、本当神戸天気がいいです。まあ非常時だけトップっていうのは仕事をして、普段は官僚下の人が仕事をするという、そういう感じなんですよね。あのね、この橋ね、面白いのがそこにねカタツムリが見えるんですけど、ちょっと光の反射でね見えるかな。でこのカタツムリはね、なんか実はよく分かってないみたいなんです。ただあの神戸って市の花ってのがあってね、イメージフラワーみたいな感じですよね。それがねアジサイなんですよね。それと関係してるのかなということだったり、さっきの対戦なんかにもここは結構絡んでてね、さっきの対戦だったり、あとは、ね、大震災だったり、いろいろなものを乗り越えてきたような、そういうね神戸って町ですね。ホタルの墓っていうのはあれは舞台はね神戸なんですよね。まああちこちにね、その震災の痕跡もそうなんですけど、先の大戦の頃の痕跡というのも残っているんですね。ちょっと街を歩いているとそういうものもあります。まあね、今ね店もやってなくて、やっててもお酒は出してなかったりね、なんかお酒だけが悪者にされてる感じあるんですけど、だから人数制限とかそれをやればいいっていうのは僕は前も言ったんですけど、本当にねやってる感だけを出してるね、挙げ句次はなんか東京電気消すって言い出してるバカじゃねえのかっていう話なんですけどね、まあ、そういう話もおいおいどっかでしていこうかなと思ってます。まあ史跡巡りはまたこうやってするのもいいじゃないですか。神戸はなそのおしゃれな街、おしゃれな街っていうところに隠れてね、いろんなねなんか魅力があるところなんでね、まあこの際そういうところにちょっとね行ってみるのもいいかなと、静かにねそういう過ごし方をするのもいいかなと思います。チャンネル登録お願いします。いいねもどんどん押してください。それでは皆さん、また後ほど、ジビリ。